はい、こんにちは。前回に引き続きまして、in addition、一つの情報に追加の情報を加える形で文章をつなぐっていう表現について動画を撮っていきたいと思います。で、今回は前回のカジュアル編から打って変わりまして、フォーマルなシチュエーションであったり、アカデミックライティングの中で使えるような丁寧な表現について特にやっていきたいと思います。で、まあ早速、行きたいんですけれども、一番上、それと同時に、こちら例文の方に入れていただきますと、私は美しい、それと同時に私は金持ちであるという意味ですね。で、それと同時にはまあ in addition でもいいんですけど、どちらかというと、at the same time って感じですね。それと同じ時にというふうに書くので、私は美しいという時と同時に私は金も持っていると、そういう意味ですね。続いてかつですね。かつ、そうですね、in addition でもいいし and でもいいんですかね。意味としてはやはり、私は美しい、かつ私は金持ちであると、最高だと、そういうことを言いたいときに使います。続いて、加えて、これも完全に in addition。私は美しい、加えて私は金持ちである。素晴らしい。素晴らしいですね。これも同じように使いますね。で、四つ目が、そればかりか。結構なら、not only って感じですかね。not only, but also みたいな、うん。私は美しい。そればかりか。私は金持ちである。not only 私は美しい。but also 私は金持ちである。みたいな。そういう感じですね。で、最後がなおかつ。これなんか二つ目のかつと同じなんですけど、私は美しい。なおかつ私は金持ちであると。これ意味は全て同じです。この情報とこの情報を同時に持っているというか、この情報にこれを追加するという形で文章をつないでいるんですね。なので、こちらの情報があることによって、まあ、この2つ目の情報は1つ目の情報の補足情報であるということがわかるんですね。で、前回もお話したんですけれども、こちらがフォーマルであったり、アカデミックライティングの中で使える比較的丁寧な表現となっているので、こちらもぜひぜひ覚えていただければなというふうに思います。それでは、こちらで動画を終わりにします。ありがとうございます。